はい。それでは皆様、感謝してまーす。よろしくお願いします。それではオープニング参りまーす。せーの、ひとりさんの愛と、楽しくも配信する、ない、からの、みんなでよー、せーの、だんだん、ありがとうございます。ということで、本日も元気なお顔を見せていただき、ありがとうございます。そして、元気なお声聞かせていただき、ありがとうございます。鳥さんの教えてくださいました。ご神言、だんだん良くなる未来わかるよう、こちらでは100回、みんなで楽しく言っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、通称100回お昼の旅でございます。そして、だんだん良くなる未来わかるい。言える方は1日1000回、無理なく楽しく言ってみてください。20時間経った方は、うんうん、言霊シアン認定とされます。そして、終了書、お名前付きでプレゼントされますので、これからの方は楽しく目指してください。すでに達成されている方は、引き続き、じゃんじゃん、だんだん良くなる未来は明るいを言って、ますます運勢上げ上げ、上機嫌、絶好調で行ってくださーい。はい。はい。そして、ひとりさんのね、こちら、新刊、幸せ波動、貧乏波動、こちらね、ただいま絶賛発売中でございます。こちらにも、だんだん良くなる未来は明るいのことがね、たくさん載ってますんで、これからの方はね、ぜひ、お楽しみになってください。行きつけのマルカンのお店、もしくはオフィスまでお問い合わせください。はい。はい。そして、今日はなんとなくシリーズ、ひとりさんの一日一語、読ませていただきたいと思います。ちょっと始まる前に読ませていただきたいと思います。今日は1月26日金曜日、人間関係、嫌な相手に復讐するのはあなたの仕事ではありません。嫌な相手にひどいことをされても復讐なんかしちゃダメです。復讐するのは神の仕事と言って、その報いは神様がちゃんとやってくれることだから、あなたが勝手にその人に報いを与えてはいけません。同じように嫌なことをすれば、あなたの運勢まで悪くなっちゃうからね。あなたを大切にしない嫌な人からは離れて、自分を大切にすることですよ。ということでございます。ひとりさん、ありがとうございます。万歳いきまーす。せーの、万歳。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 毎日も素晴らしいお言葉、ありがとうございます。はい。それでは、続きまして、ここからは、だんだん良くなる未来わかる、100回、言っていきたいと思います。そして、その後には、花痛い激文、攻撃。行ってきたいと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。皆様、準備はいいですか？あー、今日も楽しんでますか？あー、幸せですか？あー、ますます楽しく行っちゃいましょう。あー、良くなる未来は明るい100回お昼の旅、出陣。おー、それでは参ります。せーの、だんだん良くなる未来は だんだん良くなる未来は
るなる未来は明るい未来は明るい未来は明るいなる未来は明るい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 未
続きまして花火大激分攻撃参りまーす。せーの、花火大激分レバレン敵の敵人隊は敵人近く振り込んで引き抜けてバトルバトルに穴抜いて ありがとうございます。皆様のおかげさまでますますいい野道が入りました。せーの、あだーい、皆様のおかげさまで宇宙一幸せなお昼の旅となりました。ありがとうございました。ハッピー。今日も皆様でも聞いたことに感謝いたします。ありがとうございます。ということで引き続きこの後も上機嫌で絶好調。あー、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 あー
またお会いしましょう。ごきげんよう。5秒前。4、3、1。わわ。感謝してます。